シュタインの観察者、自称、神様の存在は、不意に意識されることがある。状況的に、それ、は、オーガさん、がないと危険な状況になる、故に盾にはする、が。結果で、何かの特権、それを失ったのも間違いなく。結果、願う理想に届かない。なぜエイリアンはいるのだろう？映画の中に現れる怪物は、どうにもならないもの、そんな脅威としてあって。それを排除できないことが、現実に重い否定を向ける。オーガさん、その要求、決定する選択こそが絶対であり、その、神様、の意向はその前では遮られてしまう。その結果として日産のゴーン会長逮捕があったとしたら、それで良い、のだが、それは逆説的にオーガさん、それが決して、自分の意向を優先してるわけではない、その現実でもある。それ、は、そこに残り続けている。